ついに来たんだな。もうすぐうつろの夜が始まる。俺があいつに助けられてからもう1ヶ月が経ったってわけか。特訓だのなんだのって慌ただしい毎日だったが、なるほどな、今なら俺にもわかる。すごい数のイグジス能力者が町の中心の方に集まってる。リンネとワレンのおっさんはさっきからちっとも姿が見えねえけど、やっぱり二人だけで行っちまったってことか。危険だからお前は待ってろなんて言ってたが、そんなことできるわけねえ。あの女パラドクスとの決着は俺自身がつけねえとダメなんだ。待ってろよリンネとワレンのおっさん、俺が行くまで無茶するんじゃねえぞ。力見せてやる。ファーストクローズディバイド。このわしに差をつかせるとは。セカンドクローズディバイド。そのまま寝てな。ウィンド、ハイ、パーフェクト。俺もお前ももう普通の世界には戻れない。ここはそういうところだ。俺の力、これも僕の任務だ。ファーストクローズディバイド。ウィンド、かけ倒しか。はい、ロンドルキー。セカンドクローズディバイド。そのまま寝てな。ウィンド、ハイパー、パーフェクト。お前の本気ってその程度なのかよ。見かけ倒しもいいところだな。そんなんじゃ足止めにもなりゃしねえ。おい、ゆずりが…さん…いや、ゆずねえだよ。ふーん、どちら様ですかな。私は君のことなんて知らない。そう、一介の剣士でござるよ、ニンニン。とぼけんな。だいたいニンニンって忍者が言うことだろう。あ、じゃあ剣士だと…ケンケン。それも忍者じゃねえか。ああもう、ったくこんな化け物といきなり出くわすなんて。
うつろの夜ってのは怖いところだな。そういうこと。あんたの目の前にいるのは一匹の化け物なんだよ。うつろの夜の元をさまよう。人を斬ることだけが目的の魔垣赤金の悪鬼さ。そっか。それなら今から言うことは独り言だと思ってくれ。それでも俺はあの時のことを忘れたりしない。すまねえってずっと思って、勢いに任せてあんな、そのひどいことをしちまって、その後も知らん顔でこそこそ逃げ回って、ほんとみっともねえよな俺。そっかもね。けど俺はもう逃げない。今更だけど戦う理由を見つけたんだ。その人に言われたからってわけじゃねえ。俺が戦わなきゃいけないんだ。うん、迷いが消えたその目いいね。今までの君は、まあ、そうだね、死んだ魚みたいな目してたんじゃないかなって。君を知らないアッキーは予測するよ。瞳の奥に強く灯る意志、それでこそ切り倒す甲斐があるってもんだ。これはこの夜からの洗礼。お相手を願いましょうか。で、あくまで君を知らないアッキーが言ってるんだからね。ああ、受けて立つ。言っておくが、この勝負で過去の清算をしようってわけじゃないからな。ここからが始まりってことだ。行くぜ、名もなきアッキさんよ。うん、その願い、望みをアッキとして砕こう。んじゃ行くよ、名もなき少年。ファーストクローズディバイド。キリコリあんたってこわ。まだだ。聞かねえよ。セカンドクローズディバイド。いい攻撃だ。危ねえ。離せ。あそこ引っ張れ。ほら。ウィンハイファイ。普通の高校生か。俺もそんな風に気楽に過ごしてみたかったよ。俺の力見せてやる。また会ったね。ファーストクロースディバイド。やめてよ。やめてよ。そいつはどうかしら。危ない。負けらない。やめてよ。そこか。なんだ、ウィン。はい、まだ勝ちってもいないんだよ。セカンドクローズディバイド。離せ。あーらよ。やめてよ。危ない。やめてよ。どうだ。このオービタ水に永遠に眠れ。
そのまま寝てな。ウィン、はい、パーフェクト。すまねえな、体が勝手に動いちまった。この力、手加減できねえんだ。邪魔をするなら見せてあげましょう。年季の違いを。ファーストクローズディバイド。セッファースト、やりますか。切る、やりますか。切る、爪が切る、爪が切る。2投、ここからなんとか使える。オービタ、そこだ。寝てろ。なれよ、切る。2投、3投、どこだ。2投、3投、やりますか。やりますね。1、2、負けられない。予想外。なんだ、かけたんしか。はい、甘く見ていくよ。セカンドクローズディバイド。離せ、負けだ。爪がオービター、やりますね。なんて釣られる。離せ、そこだ。負けられない。そのまま寝てな。ウィン、はい。ったく、次から次へとよく挑みに来るもんだな。こいつが俺に休む間も与えちゃくれねえのか。原田さんじゃねえか。何してんだ。それにその格好。木戸くん、あなたこそなんでこんなところに。それにその件。まあこの夜にそんな物騒なもの構えてればお互い答えは一つなんだけどな。原田さんもそのインバースだったとはな。驚いたよ。私も驚いちゃった。まさかとは思ったけど、その赤い刀身、噂に名高いインスレーター、あなたが野党の姫に組するもの、安納アクターだったなんて。それに関しちゃ言い訳はしねえけど、あいつは悪いやつじゃないんだ。理由があって一人で戦ってる。だから俺はあいつを助けたい。野党という組織、そしてその代表格である彼女が悪い人じゃないことは理解してる。真に警戒するべきなのはパラドックスだからね。けどこの夜にその両者が出会おうとしている。これは私たちとしては見過ごすわけにはいかない。私の言い分も分かってくれるよね。そうだな。この夜のもとにいる以上、お互い譲れない理由があるのは分かりきってるんだ。そうと決まれば実力行使だ。ここは通らせてもらうぞ、リヒトクライス。そうだね。この夜の元にいる以上、戦いを避けることなんてできないんだった。ここからはリヒトクライスの執行官として相手をさせていただきます。我が行く手を遮るインバース、虚無に組みし人にあだなす存在としてここで撃ちます。ファーストクローズディバイド。
見かけ倒しか。はい、次はこうはいきません。セカンドフロー、ディバイド。お前に見えるか、憎いとも貫いた断層が。そのまま寝てな、ウィン。はい。俺が終わらせる、この狂った世界の全てをな。この力で終わらせてやる。アシストも死せず。ファーストクローズ、ディバイド。ぶっ飛べ。終わりか。そこまで。この鼻で。そこまで。ここまで。一丁。このオービルに飲み込め。一丁。二丁。三丁。聞いて。ブルーボール。マジシマ。死ぬ。くそ。ファーストクローズ。ファーストクローズ。ファーストクローズ。ここだ。二体で。セカンドクローズ、ディバイド。飲まれろ。そのまま寝てな、ウィン。はい。次から次へとよく挑みに来るもんだな。こいつら俺に休む間も与えちゃくれねえのか。この力で終わらせてやる。軽くひねってやんよ。ファーストクローズ、ディバイド。あれよっと。飲まれろ。ファーストテイクアップ。ファーストいくぞ。見せた。いくぞ。いくぞ。いくぞ。3度。やってくれっぞ。ここ空港。ファーストテイクアップ。ファーストいらさねえ。切る。いくぞ。いくぞ。3度。どこだ。ついやった。よし。俺が。なんだ、ウィン。かけ倒しか。はい。やってくれるじゃねえか。セカンドクローズ、ディバイド。離せろ。やるじゃん。ここ切る。一度、二度、三度。やばい。うわ。どうだ。ぶっ飛べ。いくぜ。聞かねえよ。そのまま寝てな、ウィン。はい。俺だってな、こんなこと好きでやってるんじゃねえんだっての。やはり来てしまったんだな、ハイド。あれほどおとなしくしていろと言っておいたものを。リヌ、無事だったんだな。心配したんだぞ。
ったく、俺を置いていきやがって。さっき我のおっさんにも遭遇したが、問答無用で襲いかかってくるしよ。あのおっさん、俺のこと本当に嫌ってんだな。そういうな、ハイド。あれでもワレンはお前のことを気に入っているんだぞ。この夜の下で出会いながら勝ちをお前に譲ったのもその確たる証。きっと今頃はタヌキ寝入りもやめ、深淵へと向かう後続を立つべく戦っているに違いない。そうなのか。相変わらず元気だな、あのおっさん。けど安心しろ、ここからは俺がお前を助けるからな。そりゃおっさんほどの頼りにはなんねえだろうけど、一人で戦うよりずっといいだろ。いや、構えろハイド。言ったはずだ、この夜のもと出会えば我らとて敵同士だとな。お前は私を助けるため共に進みたい。私はお前を連れてはいけない。これでは平行線だ。時間の限られたこの夜、お前か私か、どちらが意志を貫くか手早く決めねばなるまい。リンネ、お前本気で言ってるんだよな。この先に待ってるのはあのパラドクスだ。お前一人で勝てるつもりなのか。どんな理由があるのか知らねえけど、二人で協力して戦うべきじゃねえか。勝てるかどうかは関係がない。この命尽きようと次の体にまた生まれ変わるだけさ。お前の手に握られているインスレーター、それをあの女に奪われたら全てが終わる。だからこの先に進ませるわけにはいかない。分かってくれハイド。俺たち二人のどちらが意志を貫くか。分かったよリンネ。ならここから先は俺が進む。俺が全てを終わらせる。お前らしい答えだな。いいだろう、それもお前の選べる道だ。だが今度こそ約束をしろ。負けたらこの先へは進まない。私の後は追ってこないとな。ああ、今回は真面目な話だからな。約束は守るけどな、お前の方こそ俺が勝った時の話忘れんじゃねえぞ。ファーストクローズディバイド。お話せ。ミトミクミトだ。ミトミト。よっ。手ごわい。切る。これくらい。夜の力。ぶっ飛べ。爪が甘い。このミトミト。よっ。もう見たくそくない。なかなかこれくらい。は？これくらい。はい。セカンドクローズディバイド。この先は進ませられねえ。おとなしくここで寝てろよな。いつまでも弱いままの俺じゃないんだ。もう一人で大丈夫だぜ。ようこそインスレーター。
ここがうつろの夜の深淵、光と闇の祭壇。パラドックス、ああ来たぜ、お前との決着をつけるため、そしてこの夜を終わらせるためにな。あら、さすが男の子、しばらく見ない間にずいぶんいい顔になったわね。どう？ヤトの姫なんて捨てて私の側につかない？アムネジアによる、私たちによる新しいルール作りをしましょうよ。ヤトもリヒトクライスも、虚の夜の秩序と統制だなんて聞いてるだけでうんざりなのよ。選ばれたものであるインバース、そして選ばれた力イグジス、これくらい好きにさせろってのよね。だから変えましょう、くだらない古びたものを根本から全部ぶっ壊して、そしてうつろの夜すらも私たちが掌握する。それだけの力が私たちにはある。どう？この壮大なお話一緒に成し遂げない？そんな面倒そうなことに興味はねえよ。俺はただ普通に暮らしていたいだけなんだ。それを邪魔するって言うなら、お前の野望ここで俺が叩き切る。やっと分かったよ、お前らみたいにイグジスに溺れ、それを悪用して騒ぎを起こそうって企む奴らがいる。だからリンネたちがこの夜を守るために今まで戦ってきたってことがな。リンネが俺の前に現れたのも、俺にこの剣が託されたのも偶然なんかじゃない。あいつの意志、やろうとしたことを俺が代わりにやってやる。今の俺があいつにしてやれるのはそれだけだ。そう、残念。いいわ、説得はもう諦めるわ。坊やのインスレーターも、ヤトの姫の封印も、手っ取り早く力ずくで奪うしかないってことね。そして私はインバースを超えた存在であるリバースを目指す。リヒトクライスのアーデルハイト、永劫の紡ぎ鉄空王、いずれ全てを力でねじ伏せて、私たちがこの夜の支配者だと証明してみせる。さあその力、我がベセリをリバースとなすための供物として捧げなさい、インスレーター。ファーストフローズディバイド。なんだ、出かけ男子か。はい、いや、服が汚れちゃう。セカンドクローズリバイド。このファースト、セカンド、ファースト、ファースト、セカンド、ファースト、お上手に。寝てな。ウィン、はい、パーフェクト。こうして俺と出会っちまったのが運の月ってやつだったな。恨むんなら俺じゃなく、あんた自身の運のなさだ。どうしたパラドックス、随分と気度が下がってるみたいだが、もう電池切れか。まさかこの私がこんな坊やに敗れるだなんて。
これがループエンドと呼ばれるインスレーターの力。いいわ、ますます欲しくなった。さあそれをよこしなさい。往生際が悪いぞ電池切れ。お前だってもうフラグラじゃねえか。今夜のうつろの夜はもう終わり、あとは深淵の断裂を済ませるだけ。俺は役目を果たしたんだ。これ以上お前と戦う理由なんかねえよ。リンネにもこいつを奪われるなとしか言われてねえしな。じゃあなパラドクス、ちょっと行って今日の夜を終わらせてくるぜ。これがうつろの夜の元凶、深淵か。これを切ることで今夜の全てに決着がつく。まったく、お前とは二度と会いたくないもんだ。よっと！これも全部あなたの目論見通りなのかしらね、英語のクオン。さようなら、インスレーターの坊や。この借りは次の夜に返させてもらうとするわ。今度は私の方から出向いて。よく戻ってきたな、ハイド。その様子だとパラドクスには勝てたんだな。当たり前だ。じゃなきゃここに帰ってきてねえだろ。こいつも無事だよ。パラドクスのやつにもあのままとどめを刺してやろうと思ったんだがな、こっちもボロボロで寸前のところで逃げられちまった。まああの深淵の扉ってやつを潰せばそれでよかったんだろ。くだらない芝居だな。お前のようなお人よしがあの女にとどめなどさせるわけはないだろう。ま、どちらにせよ生かすも殺すもお前の選択だ。恨むことなどない。あ、今ゴニョゴニョなんて言ってたんだ。なんか悪口に聞こえたけどよ。なんでもない。男なら小さいことを気にするな。パラドクスか。今回はなんとか退けたが、あれは間違いなく希代の器。この程度で諦めたりはしない。いずれ改めて決着をつけねばならないだろう。あの女が宿の秘術と最短の座を求める限りな。そして背後に見え隠れする英語のクオンの存在、これがはっきりするまで私は逃げるわけにはいかない。なあ、今はその辺の難しいことを無理に聞き出す気はないけどよ、いつか全部話せよな。約束だぜ。あ、そうだな。お前には借りができたしな。いつか必ず約束しよう。が、その前にお前を虚無から助けた時の借りを返してもらうのが先だったな。約束通りそいつで私の永遠を終わらせるという大仕事があること忘れるなよ。バカ野郎、お前まだそんなこと言ってるのかよ。それこそ全部話すのが先だろ。終わらせたら何にも聞けないじゃねえか。そうだったな、覚えておくよ。そのうちに話そう、全てをな。さあ帰ろうハイド。それにクーもな、もうすぐ夜が明ける。もしワレンが倒れているのを誰かに見られでもしたら大事だぞ。それは大事件だな。世界珍獣発見レベルの。キュI'm not sure if I'm going to be able to do that.
時また突き崩されて僕らの